1枚ずつ入れていくとね、ひっつかんのですよ、これ。どうでしょうか、皆さん。あ、どうも、アルチューバーです。アルチューバーって、アルコール中毒ではなくて、アルコールに夢中ってことですかね、皆さん。アルコールが大好きなだけです。ということで、今回はですね、私が作るのはね、トマトです。トマト料理って僕あんまり好かなかったら、生トマトをね、っていうか、そもそも生トマトがそこまで道具じゃないっていうのもあるんですけど、まあ、ただね、ソースにするとうまいんですよ、これは。なんで今回はね、このトマトを使って、超ヘルシーなね、鶏しゃぶ。の胸肉で薄切りにしてですね、しゃぶしゃぶにするとまあうまいんですよ。トマトでちょっとサルサっぽいソースを作って、まだまだ暑いじゃないですか、暑いのでサルサっぽいタレで食べるヘルシーな鶏しゃぶ、今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まず鶏の胸肉です。これで 300g ちょいぐらいあります。あ、胸肉を用意してください。あの、もも肉でもできなくないんですけども、あの、今回は胸肉おすすめです、はい。そしてですね、トマトが1個大体 200g、 これ 180g ぐらいかなと。なんでまず1個です、はい。で、玉ねぎが 50g、 これサルサソースにするために必要ですね。そしてニンニクですね、はい。苦手な方は抜いてもいいんですけども、あったら全然美味しいです。あの、このニンニクを用意してください、はい。あとは概要欄に調味料書いてありますので、そちらチェックしてください。いやということで、今回無限鶏しゃぶだから、もう僕もね、無限鮭しゃぶ、あーいいぞー、ということでやっていきたいと思います。じゃあ切っていきます。はい、こんな感じでね、切っていきましょう。玉ねぎです。玉ねぎね、はい。で、みじんでいきます。まあ玉ねぎはね、まあ、粗みじんでも細かめ、あ、でもね、今回サルサソースなんで細かめの方がいいかな。これね、玉ねぎをなんで細かくするといいかっていうのは、やっぱりね、玉ねぎって結構ね、辛みがあるんですよね。でもこの辛みって水分に溶け出すんで、この、あの、玉ねぎの辛み成分なんで、このね、粒子が細かい方がね、あの、この辛み成分がね、トマトの水分に溶け出すんですよ。なんで、こう細かく切れば切るほど、あの、この辛みがなくなります。はい、こんな感じで、いい感じで、細かくなりましたね。そしたらね、もうこれはね、こっちに入れてください。はい、こんな感じで。あとね、玉ねぎじゃ、ニンニク、ニンニクは皮だけ剥いといてください。あとでね、おろしたものを使いますんで。はい、じゃあもう、あの、もうトマトです。トマトの切り方はね、いろいろあるんですけども、なんかね、僕ね、こうやって動かしながらこうやって切るのが好きなんですけども、慣れないと危ないって指摘もあったんで、あの、簡単なやり方を教えます。これもう、これもう、あの、料理してる方だったら別に普通なんですよ。トンって切り落として、で、ここを V の字に切ると、はいはい。あとはこいつ切っていくんですけども、まあ、切るのはね、僕の切り方ですよ。半分に割った、こうもう一回半分にします、はい。で、切れる包丁を用意してくださいね。あの、僕の関マグロがすごい切れるんで、これ用刀なんで、はい。僕が酔っ払ってれば酔っ払ってるほど切れるっていう用刀なんでね、はい。切れる包丁だとトマトを切るときにトマトがね、ついていかないんですよね、はい。で、ダイスカットにするんで、千切りにしたら横から切る。これが切れない包丁だと、ね、このね、トマトの皮が切れないんですね。じゃないとトマトがね、潰れて押し潰れるんですよ、これ。そうすると余計に水が出ちゃってね、ちょっとね、残念なサルサソースになってしまうんで、はい、これです。一応これ、はい、角ピンピンです、見てください、はい。そうしましたら、このね、玉ねぎとかね、トマト入れていきます。でね、あの、もうサルサはね、ここで作っちゃう。もう、おろしにんにくね、小さじ半分じゃね、半かけ、これぐらい、アルバーです、アルバーです、大さじ1です。野生本当は、ね、大さじ2ぐらい入れたいとこなんですけども、ちょっと野生を意識して、ちょ、オリーブオイルも油なんでね。お塩です、マナブを小さじ半分、
味の素、これ味の素なんて入れるかっていうと、味の素のグルタミン酸っていうのはトマトのグルタミン酸と同じ成分なんですね。はい、なのでですね、うまみがね、うまみの成分同じですんで、これでグルタミン酸を補強することによって深い味わいが生まれます。あ、黒胡椒忘れてました。もう最近はね、僕も袋のままがーはい、思ってる、もう今日はちょっと思ってる4倍ぐらい入れようかな。で、こいつはキンキンに冷やした方が美味しいんで、このまま冷やします。鶏胸肉です。これ 300g のやつね。で、これどうやってやったらいいかっていうと、これでスッと、振り下ろします。そうするとね、このままもう垂直でいいです。はい、そうすると薄く切れますから。はい、こういう感じです。鶏肉はね、薄いとね、すぐ火が通りやすいんで、さっと茹でることによってすごく柔らかい。こんな感じですね。沸騰した1リットルの1リットルの涙です。ここに1リットルだと小さじ1杯1リットルの涙なので、そこに塩が1リットルに 10g の塩です。ポトンポトンポトンと、はい、1枚ずつ入れていく。はい、1枚ずつ入れていくとね、ひっつかんのですよ、これ。はい、で、手早く入れましょう。はい、1枚ずつね、1枚ずつ、はい、1枚ずつ入れましょう。はい、そうするとひっつかないで、全部いい感じに、火が通す。はい、はい、こんな感じで、入れたらちょっと火を強める。で、全体をで、なんでちょっと火を強めるかっていうと、肉を入れる、冷たい肉を入れることで肉の温度が下がるんでね。で、全体がもうこれ結構薄く切ってるんで、もうね、ザルに上げちゃっていい。まあ、この状態ね、茹でた汁はスープとして使えるんで、取っていっていただいてもいいです。はい、ザルに上げて、あとバット、ね、これはね、至高の冷しゃぶでやった時と同じです。はい、バットに広げて、空バットに広げるとすぐね、熱が取れますんで、この状態で冷蔵庫、もしくは急いでるんだったら冷凍庫。はい、それですね、できましたので、これもね、冷凍庫でね、やっぱね、15分ぐらい経ったらもうピピチ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 です。はい、ということでやっていきたいと思います。ガサッとこう持っちゃってください。はい、流水で冷やすやり方もあるんですけども、僕はね、至高の冷しゃぶの時もやったんですけども、水でやるとね、ちょっとうまみも結構抜けちゃうんでね、なんで、こういう風にね、やっていっていただいた方が僕はいいかなっていう風に思います。はい、はい、そうしましたら、この特製のこのトマルロール、トマトロールをかけて、うまそうでしょこれ。そんでオリーブオイル、まあもう適当に、ね、こんな感じでかけてください。パセリ、パサラをかけていきます。はいはい、じゃあどうでしょうか皆さん、ということで無限トマトトマ完成です。はい、ということでできましたので、食べていきたいと思います。食べてペッペッキペッペッペッケンマッサージです。シャイさん、どうですかこれは。いただきます。おーうまいなこれ。トマトソースのフレッシュ感やばいね。こんなシンプルな味付けなのに、このサルサソース神だろこれ。しかも罪悪感が全くない。トマトと玉ねぎの鶏胸肉だから、うまこれ。ちょっとこれは味に一回やらせていただきたいと思います。レモン汁、Stop the season in the sun。 最高、うまい。酸味が足されるとめちゃめちゃ夏っぽいですね。もうね、いくらでも食える。ということで、完成。ありがとうございます。いただきます。よし、うまい。うまいでしょこの、ニンニクも香って、あれ結構ね、でも味付けシンプルなんだよ。
トマトの味がめっちゃ生きてる。うん、いや肉もこのまま洗わず冷やしてるから、洗わず冷やしてるでしょ。塩気もちゃんと残ってるし、めっちゃうまい。じゃレモンパターンいただきます。レモン、いやすごいね、最高でしょ。ちょっとこのレモンとさでこんな変わるんだ。なんか盛り付けるときはちょっと冷蔵庫の中で乾燥しちゃったのかなくらいで思ったけど、もう全然食べてみたら全くもうしっとり、めっちゃしっとりのソフトでしょ。やば、いやこれマジ天才だわ。千葉の鶏むねマスター、チキンマスターです。ありがとうございます。ごちそうさまです。じゃあ帰ってもらっていいですか。帰ります。じゃあ帰ってもらっていいですか。もう帰りたい。はい、ということで今回の無限トマト鶏しゃぶどうでしたでしょうか。非常に僕はいいと思ってますんで、しかもヘルシーです。なのでぜひ皆さん食べてください。